中国で開発実用化された極超音速兵器ディフェンダー17の開発者がアメリカへ亡命との報道が入ってきました。今回はこのディフェンダー17の開発者とどうやって亡命したのかを詳しく見ていきますね。今の中国からどうやって亡命できるのか、ああ、盲点になるところがまだあったんですね。中国は過去最悪の状況へこれから向かうことになるのでしょうかね。中国が世界で最初に配備した極超音速滑空兵器ディフェンダー17の開発において重要なポジションにいたとされる中国人技術者がアメリカに亡命したとしてイギリスのメディアが報じて話題になっている。ディフェンダー17、トンプー17号は2019年10月1日に開催された中華人民共和国建国70周年記念軍事パレードにおいて量産配備された姿を初めて公開され、世界で最初に実戦配備された極超音速滑空兵器であるとされている。ディフェンダー17は弾道弾迎撃ミサイルシステム MIM とトンプー104、パトリオットパック3でも迎撃が難しいとされるほどの高速で落下してくる弾道ミサイルディフェンダー16、トンプー16を元に開発された二段式ミサイルであるが、分離した弾頭部分が極超音速滑空体 HGV となってマッハ5ほどの極超音速で突入してくるため、現在の対空ミサイル防空網ではほぼ迎撃が不可能とされている。このように中国軍が着々と極超音速兵器の開発を進めている現状において、一方のアメリカ空軍では2022年中に極超音速滑空体 HGV を実用化までこぎつけるとしていたのであるが、 HGV を搭載した AGM-183A ARRW の試射を2021年に3回試みて全てに失敗している。この極超音速滑空体によって移動目標を攻撃するためには赤外線センサーの搭載が必須であるのだが、極超音速で飛翔する HGV は空気抵抗による摩擦で超高温状態となり、そのままでは目標感知能力が低下してしまうため赤外線センサーを冷却しなければならないのであるが、アメリカ空軍では未だ解決できておらず、中国に追いつくことができないのが現状であった。その状況において、中国で極超音速兵器開発に携わった技術者、しかもその中枢にいた人物が亡命したことが事実だとすれば、アメリカにとってはまさに僥倖に巡り合ったと言えよう。イギリスのメディアによると、ディフェンダー17の開発から実用化において重要な存在であったこの中国人技術者は、その働きに見合うだけの評価が得られず不満を抱いていたとして、2021年9月末に未だ香港に残るイギリスの諜報機関 MI6 と接触したという。中国人技術者から接近したのか MI6 から近づいたのかは定かではないが、この技術者は自分が携わってきたディフェンダー17に関する最高機密に近い情報を持っており、この情報を提供することと自分とその家族をアメリカに亡命させることを交換条件とし、 MI6 が情報の信頼性が確認できたとして、アメリカの CIA との協力によって技術者と家族とをドイツ経由でアメリカへ亡命させたとしている。このまるで007の映画のストーリーのような話についての出どころが、 MI6 という信頼のおける諜報機関を持つイギリスであることから、かなり信憑性の高い話であると思われ、中国に大きく遅れを取ったアメリカの極超音速兵器開発が大きく進展する可能性が出てきたと同時に、中国のディフェンダー17などの極超音速兵器へ対抗する術が見つかるかもしれないことから、ある意味ゲームチェンジャーとなる可能性を秘めている話であろう。もしこの亡命事件が真実であったとすれば、
アメリカに流出すると思われる、極超音速兵器の情報を、無効なものにするまでに、2年以上の月日を費やすであろうと、試算されていて、中国にとっては、大きな痛手になることは、間違いないとされ、中国の狼狽ぶりは、相当のものであろうと、推察される。ところで、極超音速兵器については、単に、極超音速、マッハ5以上を指すで飛翔する兵器と思われているのであるが、近年では、弾道ミサイルにも、極超音速で飛翔するものがあるため、飛翔速度だけでは、分類ができないとされている。一般に言われている、極超音速兵器とは、弾道ミサイルのように、単純な弾道軌道を取らず、不規則な軌道で、極超音速を発揮する兵器のことを指していて、大きく分けて、2種類があるとされる。一つは、極超音速巡航ミサイルで、これは、1段目に装備された、ロケットブースターによって加速させ、2段目が、スクラムジェット噴射によって、極超音速で飛行するものである。航空機に使用されるラムジェットエンジンでは、エンジンに流入した空気を圧縮し、燃料と混合させて燃焼させるため、流入空気の速度は、圧縮される際に低下するのに対して、スクラムジェットでは、超音速に達した流入空気を、そのまま燃料と混合して燃焼させることで、極超音速の排気噴射速度を達成する。ラムジェットエンジンでは、機体の飛行速度は、マッハ5が限界とされるのであるが、スクラムジェットでは、燃料に水素を使用した場合に、マッハ15が可能とされ、石油由来のジェット燃料でも、マッハ8から9の速度を得ることが、理論上可能とされている。これらのことから、極超音速巡航ミサイルは、速度が、マッハ5から9で 30km 前後の高高度を飛翔する、巡航ミサイルと言えるのであるが、通常の巡航ミサイルが、レーダー探知を避けるために、地表や海上スレスレの低空を這うように飛ぶのと違い、極超音速を得るために、空気抵抗が少ない高高度を飛翔しなければならない。そのために、その軌道は、目標上空までは、成層圏などを飛行しながら、極超音速に到達した後、目標に対して、ほぼ直角に急降下して突入するのである。一方、もう一つの極超音速兵器は、極超音速滑空ミサイルで、これは、1段目に、加速用のロケットブースターが装備されているのは、極超音速巡航ミサイルと同じであるが、2段目は、無動力のグライダー、滑空体で、既存の弾道ミサイルのロケットブースターを利用して、弾頭を滑空、グライドさせるために、ブーストグライド兵器とも呼ばれている。滑空弾頭には、推進エンジンがないため、ブースターによる推力で、成層圏まで上げられ切り離されてから、目標に向かって飛行するため、その速度や射程距離は、ブースターの出力などによって左右される。例えば、ロシアのアバンガルトでは、ICBM、大陸間弾道弾と、同等の推力を持つブースターを使用しているため、マッハ23で切り離され、マッハ4から23で滑空し、最大到達高度は 120km だが、中国のディフェンダー17では、MRBM、準中距離弾道弾と同等の出力のブースターのため、切り離し時の速度は、マッハ12、滑空時、速度がマッハ4から12で、最大到達高度は 80km である。そして、この滑空ミサイルは、跳躍滑空飛行、スキップグライド飛行によって、急降下と上昇を繰り返しながら、飛行距離を稼ぎ、目標に接近するのであるが、空気抵抗によって、速度は次第に低下していく。そのまま高度が落ちて、低速になると、対空ミサイルによって撃墜されやすくなるため、マッハ3から4の速度で、高度 25km が、限界点として、目標上空に到達させ、やはり、
ほぼ直角に、目標に向けて突入させるように誘導するのである。これらの極超音速兵器は、既存の対空ミサイルによる防空網では防ぎきれないとされているため、防衛省では、これまでにない対抗兵器の開発を急いでおり、その一つが、2022年に研究開発予算が付けられた、将来レールガンなのである。